それでは生物技工学に2020年版考える技術、書く技術、読む技術その第3回を始めたいと思います。今回の講義の内容を始める前に前回の内容というのを非常に簡単に復習しておきます。まずこの講義全体としてはピラミッド構造、物の考え方、物の書き方のピラミッド構造というのに着目して、その上でどうやって科学技術論文、科学文書一般ですね、それを書いていくか、そして科学文書をどうやって読んでいくかという話をしていました。このピラミッド構造を作っていくという話を前回から始めているんですが、このピラミッド構造を作るための道具立てとして前回3つのものを導入しました。1つ目がイントロダクション、導入部の構成というのをどうやってやっていくかという技術です。道具立てですね、技術よりは道具立てです。で、次に縦の関係というのを話しました。これは疑問答え、疑問答えというこの、ものの考え方のフローを使ってピラミッド構造を作っていく、ピラミッド構造を作るための道具立てとして疑問答え、疑問答えという流れを使っていくというものでした。で、3つ目が横の構造です。で、ここには演繹的関係と機能的関係というのがありました。で、これを使ってピラミッド構造を作っていくという話でした。で、その上で今日お話しさせていただくのは、具体的にピラミッド、ものの考え方のピラミッド、もしくは文章のピラミッドを作っていく技術、方法論です。それでは今日の授業内容を始めていきたいと思います。それでは早速本日の講義の内容の具体的なところに入っていきたいと思います。先ほどもご説明させていただいたように、本日の講義の目的というのはピラミッド構造を実際に作っていく、文章の中でピラミッド構造を実際に作っていくための具体的な技術、方法というのを伝えることです。で、そこを理解するためにまず皆さんに考えてほしいことというのは、そもそも文章を書き始めるときに、書き始める時点ですね、開始する時点でどういうことが分かっていて、どういうことが分かっていないのかということです。で、このことが実はみんな意外と意識できていないんですね。ここタイトルからいきましょう。文章を書くときに、書くとき分かっていること、分かっていないこと、まず分かっていることからいきましょう。ここまで、この授業、ここまでの2回分の議論の中で一つ分かっていることというのは、それを受け入れればという話なんですが、分かっていることというのはまず一つ、伝えたいことというのはピラミッドの構造になっているはずだということです。ちなみにこれ、どうして伝えたいことというのはピラミッド構造になっていると我々考えているのかって根拠を覚えてますか？と、これは、伝えたいことはピラミッド構造になっているからそうなんですという、天下り的にやっているわけではなくて、もう一個手前に、それもやっぱ天下り的に受け入れたんですが、手前に、条件があります。それは我々がこの授業で考えているものの考え方、人間がものを、考え方じゃないです、人間がものを理解するモデルというところに行き着きます。つまり我々は人間がものを理解するときには頭の中でピラミッド構造を作っていると考えているわけです。それが我々の過程です。で、この過程を使うと、この過程に基づけば分かりやすい文章というのは必ずピラミッド構造になるはずだ、もしくは、ちょっと言い方違いますね、分かりやすい文章にするためには文章をピラミッド構造にする必要があるということがわかるわけです。で、それを別の言葉で言い直したのが、伝えたいことはピラミッド構造になっている。これが分かっていること、もしくはこうしないといけないことということになるわけです。で、次、もう一つ分かっていることがあります。それは書いている方が何について書きたいのか。で、これ多分皆さんあんまり疑問のないところなんですね。普通文章を書くときというのは、皆さん何について、みんな何について聞きたいか、書きたいのか、何について書きたいのかというのは自分は意識していると思っていると思います。で、これは半分合っています。なのでここに、一旦何について書きたいのかというのは分かっていますというふうに書いたんですが、ただしがつきます。ただし
これは大まかにしか分かっていないことが多いです。で、もしくは実は自分が何について書きたいかというのが、きちんと意識できていない、もしくは勘違いしているというパターンも多いんですね。で、これじゃあそういう時どうしたらいいかというのはこの後に考えていきたいと思います。で、次、実は分かっていないことというのがあります。これ実はこの先ほどのこの問題とも関連するんですが、具体的に何を言いたいのかというのは多くの場合分かっていません。具体的に、頭に持ってこようかな。具体的に何を言いたいのか。で、もう一つこれに関連して、さらにそれを具体的にどう伝えるのか。ちなみにここで出てきた具体的に何を言いたいのかの具体的というのは、実際に我々が言いたいメッセージそのものですね。で、次に出てきた具体的というのはそのメッセージをどういう形で伝えていくかという、なんでこの2つ、具体的2つ出てきてるんですが、この2つ微妙に意味が違うのでそこは意識しておいてください。で、このスライドもう一回まとめると、この版書もう一回まとめると、まず分かっていることというのは、伝えたいことはピラミッド構造になっているということです。で、さらにぼんやりと我々は何について書きたいのかを意識している。ただしそれが具体的に何を言いたいのか、そしてそれを具体的にどう伝えればいいのかというのは我々は分かっていないということになります。で、なので、じゃあ我々ここでどうしたらいいのかという話なんですが、ここで我々がやるのはここですね。この分かっていること、伝えたいことはピラミッド構造になっている、何について書きたいのか、ここを出発点にして、ここからボトムアップ、もしくはトップダウンでピラミッド構造を作るということをやります。これが今回の講義の主なポイントです。では、先ほど説明したように、今日お話しするのはどういうふうにしてピラミッド構造を作るかという話なんですね。で、その方法には主に2つあります。ちょっとだけ戻ろうかな。どうやってピラミッド構造を作るのか。で、そのためには2つの方法があります。ボトムアップとトップダウンです。この2つを今日は順番に見ていきたいと思います。まずトップダウンから、トップダウン型からですね。よいしょ。1、トップダウンで、ピラミッドを作っていく方法、トップダウン型アプローチというふうに書きましょう。これはつまり主題、何について書きたいのかというさっき出てきたやつですね。主題括弧して何について書きたいのか、ここをスタート地点にして、ここからピラミッドを作るという方法です。で、じゃあどういうふうに、このピラミッドを構成していくのか実際に見ていきましょう。で、具体的には6つのステップで進めていくことになります。で、そのうちの3つの最初の3つのステップというのが第1段階、最初のユニットですね。で、それを元にしてその後4、5、6という後半の3つのステップに進んでいくことになります。じゃあまず、第1ステップ、最初のユニットの3ステップのうち第1ステップから見ていきましょう。まず1番目、ピラミッドの頂上の箱を作る。これが主題です。
で具体的な例というのはこの後ちょっと出していきますね。ただまずは概念的なところから行かせてください。このピラミッドの頂上の箱を作る、これが主題です。我々が漠然としても意識している何について書きたいのかということです。ここですね。で次、これがまず第一ステップでした。で次です、第二ステップ。そこから始めてこの主題を見て疑問は何なのかというのを考えます。我々が議論したい疑問、証明したい仮説、こういうのが疑問でしたよね。疑問は何なのか。でこれは別の言い方をすれば、そうか、我々書いてる方からすればこの疑問というのは何なのか、書き手の疑問は何なのかということになるんですが、もう一つ読み手の視点から考えると、主題について読み手はどのような疑問を持つのかというのがこの疑問になります。読み手はどのような疑問を持つのか。いいかな。で3番目に行きましょう。3つ目のステップ、疑問が決まったら、この疑問の答ええー、すみません、この疑問に対する答えを書き出していきます。ただしこの疑問がこの段階では書いている方にも、すみません、ただしこの答えが、この疑問の答えが書いている方にもこの段階ではわからないことがあるんですね。でそういう時は答えないといけないというメモだけを残すことでも OK です。で、ちなみにさらにもう一個補足していきましょう。この答えを書き出すと書いたんですが、この答えというのは疑問に対して、例えばね、なぜというふうに考えてもらえればある程度出てくるんじゃないかなと思います。じゃあまずこの最初の3つのステップ復習してみましょう。まず最初にやるのがこれですね、主題、これを書き出すということです。でただし、主題というのはまだあくまでもぼんやりしたものです。なのでここが、これちょっとポイントなんですが、ここが難しければ、このステップ1が難しければステップ2から、ここから始めても大丈夫です。まず一旦ここを飛ばしてステップ2から始めても大丈夫です。でただいずれにせよ、まず主題があればそこから、それがなければいきなり自分自身が意識している疑問というのを書き出すということです。でこの疑問が分かると答えが出てきます。いいかな。なんで、このトップダウン型アプローチでは主題、疑問、答えというこの流れに沿って、この、流れというとあれですね、この主題と疑問が関係している、そして疑問と答えが関係している、この2つの関係性に従って主題、疑問、答えを明確にします。で先ほども言ったように、いきなり主題というのがわからないことがあるんですね。でそういう時はこの疑問というのを最初に書いて、でそこから主題、そして答えというのを考えていくということになります。で答えがまだこの段階では何とも言えないという時には、答えないといけないというメモだけを残しておく、これを忘れずに答えましょうということだけ覚えておくということです。でこれが最初の3ステップ、1,2,3 です。で続いて、ステップ、後半の3ステップ見ていきましょう。で後半の3ステップの、ポイントは、後半の3ステップのポイントは、状況、複雑化、クエスチョン、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、この3つ、このライン、前回何度か出てきましたね。このライン、
SCQ のラインで、全体のラインをチェックすると。これが後半の3ステップです。では具体的に見ていきましょう。まず、後半の最初のステップ、全体で言えばステップ4です。これが状況の確認ですね。シチュエーションの確認です。これ具体的に何をするのかというと、1から3、先ほどの1から3、ちょっと戻ろうかな。つまり主題、疑問、答え、先ほど書き出したこの3つを見直して、この1から3を見直して、明確に状況を書き出してみるということです。なんでこれちょっと分かりにくいんですが、僕自身がこの最初の3ステップと後半の3ステップを分けて議論しているというのは理由があるんですね。まず最初の3ステップ、パッパッパッと、主題、疑問、答えというふうに書き出していきます。でそれを見直してもう一回整理し直していくのが後半の3ステップ4、5、6なんですね。なんでここで一旦、ものの考え方というのは切れています。でそこを意識しながらその次行きましょう。まずこのステップ4で状況というのを明確にします。そして次にコンプリケーション、複雑化を明確にします。で、ここを考えるときにはどうやってやるのかというと、疑問、最後のところですね。先ほどのステップ3で出てきた疑問です。このステップ3の疑問を引き起こすような複雑化というのは一体何なのかというのを考えます。いいかな。なんで、先ほどのところでまず1、2、3、主題、疑問、答えというのを出してきました。で、すいません、さっき僕疑問3番目って言っちゃう、疑問2番目ですね。先ほど、主題、疑問、答えというのを3つを出してきました。でこの1から3全体を見直して状況を書き出します。そしてその上で先ほどの2番目にあった疑問、これを引き起こすような複雑化は一体何なのかというのを、考えてみて、それをさらにやっぱり書き出すということをやるわけです。で最後6番目に疑問と答えをダブルチェックします。疑問と答えがきちんと整合しているかをダブルチェックするということね。いいかな。なんで、先ほどもう一回、見てみましょう。1から最初見てみましょう。まず今回トップダウン型のアプローチポイントは、まず第、1段階で主題を書き出すということです。でただこの段階ではまだ主題というのがぼんやりしか分かっていないこともあって、書き出せないこともあるので、書き出せない場合はまあそれは一旦置いておいて2に行きます。でこの2というのは何なのかというと疑問です。この主題をもとに我々は読み手のどのような疑問に答えようとしているのか、これを意識するということです。でこれもやっぱり書き出すんですね。でそしてこの疑問に答えを与えます。どういう答えを我々は予期しているのかというのを書き出します。それが3です。そうすると主題、疑問、答えというラインができます。で先ほど
この、主題がよくわからないというふうに考えた場合には、この疑問、これをもとに主題をもう一回考え直してみるんですね。でそして、まあ、仮にでもいいので主題を埋めてしまいます。でこの 1,2,3 が終わったら、次に後半の3段階 4,5,6 です。まず後半の1つ目4、状況です。これは先ほどの、主題疑問答えというこの3つを見直して、その上で明確に我々がどういう状況にいたのかいるのかというのを書き出すというのが、このステップ4です。そしてその次のステップ、ステップ5は複雑化です。でその状況から始まってどのような複雑化が起こったのか、でそれはじゃあどうやって考えるのかというと、どういう複雑が起こったから我々は先ほどのこの疑問というのを持つに至ったのかというのを意識するということです。でこのどういう複雑化が起こったからこの疑問が出てきたのかというのを考えることで、逆にこの複雑化を明確にするということですね。でこれも書き出しましょう。で最後にここで出てきた、疑問ですね、この複雑化から出てきた疑問、先ほどここで出てきた疑問とこの複雑化から出てきた疑問というのをまずダブルチェックします。それがきちんと整合しているかというのを見ます。そしてこの複雑化から出てきた疑問、おそらくさっきの2とは本来矛盾はしてないはずなんですが、少し違う表現がされていると思うんですね、この5の段階では。でこの疑問に対して先ほど出したステップ3のこの答え、これですね、なぜじゃない、この答えの方です。この答えがきちんと整合しているかというのをダブルチェックします。でこれで整合していれば OK なんですが、そしたらこれができたらまた 1,2,3,4,5,6 というのを一個一個見直してチェックします。それがきちんとチェック、できているかというのをチェックします。でもしこれがきちんと整合していなかったらどうするのか、そういう時にはこの1から6、この6つのステップを全体が整合するまで修正しながら繰り返すということになります。全体が整合するまで繰り返すということです。なんでこれトップダウン型アプローチって言ってるんで、何か一つのものがこう、まあ、特に今回の場合主題ですね、主題という最初のが決まると、その後ザーッと一気にリニアに下まで流れていくように見えるんですが、実際にはそうではありません。これまたちょっと別の概念になってくるんで、関連してるけどこの本題ではないんですが、厄介な問題という考え方があります。この厄介な問題というのは、問題そのものがその問題を解くことでしか定義できないという問題で、世の中の問題のほとんどはいわゆる厄介な問題という、そういう問題の類型の名前なんですが、厄介な問題に当たるというふうに考えられています。でこの文章を書いていくというの自体が厄介な問題で、文章を書くためには、文章の全体像をきちんと作り出すためには文章が書かれている必要があると、鶏と卵みたいな問題があるんですね。なんで一気には解けません。なんで、まずどっか手がかり、この場合だったら主題というこの手がかり、ピラミッドの頂点から始めてちょっとずつ先に進んで、一回作った後に全体性を、全体を見直して、それが整合するようにさらにもう一回最初から調整していくと。でそうすると多少整合性上がってくるので、それを今度はまた意識してこの全体を修正調整していくというのをこうぐる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 繰り返すわけです。でそうやって繰り返していくと、最終的にきちんとしたピラミッド構造ができますよということです。でこれがトップダウン型のアプローチでした。でこのトップダウン型のアプローチ、最後にまとめておきたいと思います。少し違う視点でまとめておきます。先ほど説明したのと同じ概念、トップダウン型のアプローチを、まとめるんですが、少し先ほどとは違う視点でもう一回見てますね。トップダウン型のアプローチのポイントの一つは、まず主題を意識するということです。でこの主題というのは、先に書いちゃいますね。主題を意識する、でこの主題というのは実は書き出した段階では最終的に決定したものでは
ありません。もちろん決定してればそれに越したことはないんですが、多くの場合その主題というのは本当のところはきちんと意識しきれていない、書き手にも意識しきれていない場合がほとんどです。ただいずれにせよ仮のぼんやりとした主題なりなんなりというのを1個選んでやって、そこをスタート地点にするわけです。でこの主題を意識しつつ、先ほどの、6ステップを使うことで状況、SCQ ですね、さっきからちょっと出てきている SCQ、 シチュエーションで、コンプリケーション、複雑化、複雑化、状況複雑化、疑問という、SCQ というのはそれぞれ何なのかというのを忘れちゃった人というのは前回のノートを見直してみてください。で3番目、疑問、クエスチョン、この3つを明確にするというのがトップダウン型のまず一つのやり方です。主題から始まって、状況、複雑化、疑問というのを明確にするということです。で、ここの疑問というのは結局なぜという、多くの場合なぜという形をとります。なぜ、なぜ、なぜで、そうか、一つ言い忘れました。この疑問ですね、疑問についてもう一個言い忘れました。この疑問というのは、つまりここから4番目のポイント、このまとめの4番目のポイント、つまり我々科学論文なんかの場合は仮説というパターンが多いんですね。技術開発系の論文では仮説ではなくて、開発したこと自体を報告してるんじゃないかというような疑問が、そういうふうな質問をよく受けるんですが、実際には僕自身がやっているような開発系の研究でも実はこれは仮説です。作ったものを作りましたというの自体は論文にはならないんですね。作った技術が使えるというのを証明していくというのが、科学論文のポイントになっていきます。でその上でどうして使えるのかというのを議論していく中で、その技術がどういう技術なのかというのを解説していくことになります。なので、我々みたいな、後でこの話もう一回するんですが、我々みたいな例えばインストゥルメンテーションというような開発論文をやっている人間でも、そうやってできたものが使えるのかという疑問、この我々が新しく作った装置は使えるのでしょうかという疑問に対して、これは使えるという仮説を立てる、この疑問と仮説というのはほとんど表裏一体です。でそれに対して答えですね、答えを出していく、これが、SCQA のアンサーです。でこの答えを、例えばこれは使えるんですという答えを我々は出したいわけです。じゃあどうしてそういうふうに考えるんですかっていう疑問が出てくるので、それに対してなぜなぜなぜ、こういう理由でこれは使えると考えます、こういう理由でこれは使えると考えますというふうに論を展開していくことになります。でこのなぜに対して、さっきちょっと先走って言ってしまいましたが、理由1、こういう理由です、理由2、理由3というふうにそれぞれ理由を示していきます。でこの理由を全部合わせて、ここは実は機能的な、論理ということになる、横の関係だったら機能的というところなんですが、この3つの理由があるので、それゆえに結論、仮説は正しかった。結論、仮説は正しかった、とこれを主張するということになります。このスライドをもう一回書きながら説明したので、もう一回ざっといきますね。トップダウン型のやり方、先ほどの板書で、2枚の板書で説明した内容というのをもう少し違う視点で今説明し直しています。まずトップダウン型で文章を構築していくときには、まずやることというのは主題を意識することです。完全に主題を定義できなくてもまず意識すると。でそこから先ほど説明したような6段階というのをたどっていくことで、状況、複雑化、疑問というのの3つが明らかになります。でこの疑問というのが科学技術論文では実は仮説、もしくは最近よく言われる言い方だとメインサイエンティフィッククエスチョンMSQ、メインサイエンティフィッククエスチョンというものになります。
で、この仮説に対して答えを与えるのが論文なんですね。で、この仮説を作った時点で書き手の方はある程度こういう答えに導くというイメージはあります。で、この答えを証明していくんですが、じゃあなぜこの仮説が正しいというふうに我々が考えていくのかという疑問が次に出てくるということです。それがここですね。疑問、なぜ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 この仮説が正しいのか。この疑問とは違うんですね。この疑問とは同じ、カテゴリーの疑問ですが、ちょっとヒエラルキーが違います。こっちは主に仮説で、その仮説が正しいとなぜ考えるのかという、なぜなぜなぜというロジックが出てきますという話です。で、すみません、ちょっと細かいところ入っちゃいましたね。今のところあんま意識しなくていいです。この疑問、つまり仮説というのを立てて、それに対してなぜなぜなぜと考えるというふうに意識してもらえば、ここの部分というのはすっと通ると思います。で、なぜなぜなぜというのを考えて、それぞれに対して理由を示していくことになります。実際文章を書くときには理由というのがすでにあって、でなのでこのなぜなんですというふうにつながると思うんですが、これなぜなぜなぜ全部同じなぜですからね。なんで理由がすでに自分たちが知っているのがあって、それをもとにこの疑問が正しい、仮説が正しいというのを主張していくことになります。ただ、いずれにせよロジックの構造としては疑問があって、それが、つまり仮説につながり、その仮説が正しいという理由というのをこういうふうに挙げていくということになります。で、この理由こんだけあるので、結論としてこの仮説は正しいというふうに主張するということになるわけです。で、ちなみに、ここから、少し面白いことが分かります。例えばこれ、この部分ですね、この部分 1,2,3 の部分を前回僕が説明したように論文のイントロだと考えます。そうするとイントロの最後というのは実はこの仮説提示なんですよ。我々はこう考えています。で、答えおそらくこうだっていう答えまで出すんですね。で、それを証明していくのが論文です。で、それは実は前回も少しお話したと思います。で、最後結論というところに論文は行き着くんですが、それがここですね、結論です。で、この結論は常に仮説は正しかったという結論になります。もちろん研究としては進めていたら仮説は正しくなかったということはあるんですが、普通、それを論文にまとめるときに間違った仮説を立ててやっていたらやっぱり間違ってましたという論文にはならないので、最後出てきた仮説が、やってみて仮説が間違っていたら、じゃあもう一回仮説を立て直して同じデータを客観的に分析して、その新しい仮説を証明するということになります。なんで、ちょっと今表現分かりにくいんですが、そういう場合には仮説自体がこの仮説は間違っているという仮説に変わるということですね。そしてそれを証明していくということです。今すみません、またちょっと細かいところに入ってしまいました。分かんなかった人飛ばしてもらって大丈夫です。ただ、重要なポイントだけいきましょう。論文の場合にはここがイントロになります。そしてこの結論です。で、そうすると分かるのが、この結論、こことこのイントロの最後、疑問とか仮説というのは整合してないとダメなんですね。あくまでも結論というのはイントロの文、最後のパラグラフになることが多いんですが、そこで提示された疑問とか仮説に対してそれが正しかったかどうかという結論を出す、正しかったかどうかという答えを出す、それが結論です。なので何が言いたいのかというと、初めて論文を書いた人とか卒論を書いた人って結論いろいろ書いてあるんですが、それがイントロで示した疑問と全然整合してない、全然関係ないことを言ってるパターンがあるんですね。なんで、そういうふうにならないように気をつけてくださいと。じゃあそれどういうふうにしたらいいのかというと、最初にこの構成を作った時点でこことここが整合しているのかというのを確認する。で、それが整合していなかったら、さっきの話ですね、この、6つのステップ、また1に戻ってぐる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 繰り返して、ここが整合するまできちんと全体の構成を作ってくださいということです。で、この話はこの後、少しまたこの授業の今日の授業の最後に、初心者のやりがちなミスと気をつけてくださいという点ということで出したいと思います。で、このトップダウン型の話、具体的な例というのを少し考えてみましょう。トップダウンの例、
科学論文の場合です。で、例えば、僕たちが僕自身がやっている研究で例をとって説明したいと思います。まず主題は何なのかというのを考えます。で、この我々の行っている、主題というのは新しいタイプの顕微鏡です。で、オプティカルコヒーレンスマイクロスコピーというので OCM というふうに書きます。で、よく卒研生とか修士の学生さんが初めて論文を書くときにはこの主題が決まるといきなり書き出してしまうんですね。ところがこれ今までこの授業を聞いてきた人が冷静に考えると分かると思うんですが、これはあくまでも主題メインのトピックであって、これをもって何を主張したいのか、我々の最終的なメッセージ、どういうことを、もしくはどういう疑問に答えたいのかで、疑問に答えるってことは主張したいということなんで、やっぱり何が主張したいのかっていうのはこの主題だけでは何も分からないんですね。なんでそこを意識せずに論文書き出してしまうと、もしくはレポートもそうなんですが、レポート書き出してしまうと結局何が言いたいのかわからないレポートになってしまうわけです。で、この主題を意識した上で我々がどうしてこういう研究をしていたのかというのをいろいろ考えていきます。そうすると我々を動かしていた疑問というのが出てくるんですね。で、なんで我々はこの新しい顕微鏡 OCM を作っていたのかというよりは、作っていた理由から始まってそこから出てくる疑問、この OCM は例えばエクソビボの組織評価に使えるのかという疑問が出てきます。エクソビボの組織評価に使えるのか、これは有効なのか、使えるのかというとちょっと語弊がありますね。有効なのかという言い方にしましょう。ここちょっと、事前的にものを考えるというのと事後的にものを考えるというののトリックが入っています。我々が研究をするときにはこれですね、エクソビボの組織評価に有効な装置を作ろうと思ってやっているわけです。で、ただ疑問としてはそれができた後にもう一回振り返ってできたもの、つまり OCM という装置が評価に有効なのかという疑問に置き換えてもう一回それを評価し直すという必要が出てきます。それが論文の論調になるんですね。なんでここもちょっと初心者の人引っかかってしまいやすいところなんですが、組織評価に有効な装置を作ろうと思ってやっているというのが研究をしている段階なんですよ。それが事前的な状態です。で、ただその事前的な状態で論文を書くというのはできないんですね。組織評価に有効なものを作ろうとしていました、で、なのでそれを報告していますというのでは、結局じゃあなんで、そんなのわざわざ報告するんですか、そもそもそれ使えたの使えないのっていうのが一番重要なことなの、それが分からないわけです。大切なのは結局作ったものが、当初の目的だった、実は目的途中で変わることもあるんですが、この論文で主張したいこととして設定したこの疑問ですね、エクソビオの組織評価に有効なのかどうか、で、この疑問を設定して、それが正しかったのかどうかというのを答えるというのが論文の目的になります。なので論文で主張する目的と研究を進めていく目的というのは似て非なるものなんですね。非常に似ています。で、ただし同じものではない、同じものを別の言い方をすると全然違う視点で見る必要があるというふうにも言えるかもしれません。なんでここちょっと混乱しないようにしてください。で、その上で主題と疑問が来たので答え、そうか、その前にこの疑問というのは仮説でもあるというのもさっき説明しましたね。で、この疑問に対する答え、我々が主張したいのは、シンプルです。 Yes、 これは有効です。で、なぜそういうふうに考えるんですかということですよね。で、例えば実際に、マウスの組織をイメージングすると、マウスのエクソビボ
メージングをすると、今まで分からなかったものが見えると。具体的に場所、例えばマウスのイメージングをすると、炎症組織、炎症組織を辨別できる。で、まあ、他にもいくつか理由を出すことはできるんですが、例えば繊維化組織も見えますというようなことも言います。で、これを理由に結局結論と、これはイエス有効です、ここにたどり着くわけなんですが、ここで結論を出すことができる。これが科学論文の構成になります。で、これさっき僕が説明した開発系の論文、開発研究でもやっぱり研究として論文になるときには、先ほどの仮説に答える、メインサイエンティフィッククエスチョンに答えるという形になりますよと言ったのはこういうことですね。つまり我々はあくまでも、我々の時間としてはこの新しい研究を作ることに、すごく長い時間を費やしてきたんですが、やっぱり最終的に論文としてそれを社会化していくときには、それが使えるかどうかというのを評価するというのが重要になります。で、この使えるという仮説をその後の実験、僕の場合それスタディと、開発とは分けてスタディという呼び方をしているんですが、スタディによってそれを確認して、それを最終的に主張するというのが科学論文の構成ということになります。で、この状況ですね、この主題、疑問、答え、ステップ1、2、3でした。で、これをもとにステップ4、5、6というのも見ていきましょう。さっきの続きですね。まずこれですね。ここは主題、疑問、答えでした。で、これに対して次ステップ4、あ、ちゃんと書いとこうかな。ステップ1、2、3です。で、これをもとに、この1、2、3を見直して状況複雑化疑問というの、論文に書くためには状況複雑化疑問というのを、書き出していくと。いうのが必要ですという話をしていたので、実際見ていきましょう。まず状況、これここには書いてないんですね。今情報としてはこの 1,2,3 のところには出ていません。ただここが自分の中で明確になると、この状況というのも実際研究していた人間には明確になってきます。なのでそれを実際書き出してみましょうということです。で、まず我々が意識している状況、この場合は例えば創薬、もしくは、もうこれちょっと時間ないので書きませんが、創薬や再生医療の研究ではエクソビボのイメージングが重要であると。で、ちなみに科学論文の場合にはここで例えば参考文献を引いて実際我々の主張を裏付けるようなデータというのが必要になります。これは過去の研究なので参考文献ですね。で、これをもとに複雑化、コンプリケーションが起こります。これも書き出していきます。しかし、例えばこの今回の例では、しかしそれに適したイメージング装置が存在しないということです。イメージング手法って書いておこうかな。手法が存在しない。しない、もしくはしなかった。これが複雑化です。で、最後、疑問ですね。この4、5、6から出てくる疑問。先ほどのこの、2番の疑問、ここを丸写しするのではなく、この4、5から出てくる疑問、6番目の疑問というのを作ってみましょう。私たちはまず括弧して前提ですね、私たちは OCM という装置を作っていました。で、疑問というのは結局 OCM は
創薬に使えるような創薬に役に立つエクソビボイメージング装置なのか、手法って統一しようかな、イメージング手法なのか、手法なのかというのが疑問ということになります。でこれが今これは疑問という形で書きましたが、これを例えば手法ですというふうにすると、これが仮説になるわけです。でこの仮説に対して答えイエスというのが我々が期待しているんですが、これを証明していくのが論文本文ということになるわけです。なんでここまでが、論文で言えばイントロです。でここから先が論文本体ということになります。本文って書いておこうかな。でこの中で、理由、なぜ、なぜなぜならなぜなぜならというのを、積み重ねながら最終的にこの仮説を証明して、最後結論のところで、この結論のところでこのイエスというのにたどり着くというのが科学論文の構成になるということでした。ここまでトップダウン型でピラミッド、つまり物の考え方の構造、読み手の物の考え方の構、もしくは読み手の物の考え方の構造に沿った文章の構造を作っていくという話をしてきました。ただこのトップダウン型で文章を作っていくという、ロジック構造を作っていくという方法には一つ超えないといけない大きな問題がありました。それがここです。主題、トップダウン型というのはある程度大まかなものでもいいので、主題が分かっていないとスタートできないんですね。疑問からスタートするという方法はやったんですが、あくまでもかなり早い段階で主題を1回定義して、その後ぐる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 進めていきます。1,2,3,4,5,6 でまた1に戻って 1,2,3,4,5,6 というのを繰り返しながら、ロジックの構造というのを作っていくというのがトップダウン型でした。でところが初めて論文を書く人とか、もしくは研究自体がかなり複雑なもの、大規模で複雑なものになってくると、そもそも主題というのが全くわからないということもあるんですね。いろんな理由で研究は進めていきます。例えば一つのプロジェクトの中で3つも4つもサブプロジェクトが走っている場合というのは、それぞれのサブプロジェクトにはそれぞれ個別の主題があって、研究というのは進んでいくわけです。ただそれらのサブプロジェクトが全部合わさって一つの大きなプロジェクトになるんですが、じゃあそのプロジェクト自体の大きな主題というのは一応仮のものはあるんですよ。ただそこからメタに主題というのを事後的に全部が終わった後に、結局我々は何をしようとしていたんだというのを、それが最終的な主題なんですが、その主題というのはあくまでも事後的にしか分かりません。事前的にこういう主題で我々はやっていて、結局そこにたどり着きましたというようなことはあんまりないんですね。もちろんプロジェクト始めるとき、大プロジェクト始めるときというのは最初にある程度こういうことをやりましょうというのはあるんですが、実際にはいろんな問題が発生して、技術的な限界なりなんなりで細かいところが変わってきます。で最後それをどういうふうにまとめて社会化していくか、社会還元していくかというところで、もう一回そもそも我々は何をやっていたのかというのを考える必要が出てきます。でちなみにこれ少し余談になるんですが、ヘーゲルの、哲学者のヘーゲルの言葉でこういうのがあります。ミネルヴァのフクロウは夕暮れを待って飛ぶ。ヘーゲルです。でフクロウ、ミネルヴァというのは知恵の女神ですね。でこの知恵の女神の象徴はフクロウです。なんで例えばよく皆さん出版社とかそういうののマークでよくフクロウというのは使われるんですが、そういうのを見たことあると思います。でなんでフクロウが使われているのかというと、実はフクロウというのは知恵の象徴なんですね。でこのフクロウというのは昼間は寝ているので飛びません。皆さんご存知の通り夜行性です。
なんで、日が沈んで全てが終わった後に飛び立ちます。でこれヘーゲルどういう意味で言ってるのかというと、我々が知識を体系化できる、我々が結局何をやっていたのかというのを理解できるのは全てが終わってからなんですね。なんでやっている時には自分たちが何をやろうとしていたのかっていうのは実はきちんと意識することはできない。全てが終わってから初めて自分たちは何をやっていたのか、自分たちは何を作り出していたのかというのを理解することができる。事後的に初めてそこが理解できるというのを指摘しているのがこのヘーゲルの言葉、ミネルヴァのフクロウは夕暮れを待って飛ぶということです。でここを、完全に意識して、そもそも我々は主題がわからないというふうに考えたときに、じゃあどうすればいいのかという疑問が出てきます。それがボトムアップ型のアプローチです。じゃあボトムアップ型のアプローチ入っていきましょう。ボトムアップ型でピラミッドを作っていくという話です。基本的にじゃあこのボトムアップ型のアプローチどういう時に使うのかというと、もう先ほどからミネルヴァのフクロウの例えを出していましたが、一言で言うとこういうことです。主題がわからない時に使う方法です。で、基本方針、まず基本方針を説明しましょう。まず最初に自分たちが把握しているポイントをリストアップします。でこのポイントというのは例えば疑問、もしくは答えというのもポイントに入ります。まず答えと書いておきましょう。答え、これは、ある主張点、我々が言いたいこと、自分が少なくともこれは言いたいと思っていることですね。少なくともそう思っていること。主張点とかその理由というのも入ります。あとは疑問というのもそうですね。自分たちは、これに対して答えを出したいと思っていると。少なくともそれが最終的に我々が主張するものかどうか分かんないけど、少なくとも僕はそれに疑問に思っていますと。いうところもリストアップしていきます。あとは技術論文の場合では得られた結果というのもリストしてみていいと思います。実験の結果、例えば考察とか理論の結果ですね、結果全般、結果とだけ書いておきましょう。実験結果やそれ以外の考えの結果、考えたことのメモっていうのも入りますね。理論式、理論で分かったことなんかもここに入ります。で、このリストアップというのが第一段階です。で、第二段階。これらのポイントの関係、これらのポイントの間の関係を考えます。で最後にこの関係の構造から結論を導くと。ということです。でちなみにそうするとこれじゃあ主題って結局何なんですかと思うかもしれないんですが、先ほどの話ですね、結論というのが分かればそこから最終的な一番大きな疑問というのが出てきます。でその疑問が分かればそこから主題も分かると。いう仕組みです。結論というのは答えなので、この答えに対応する疑問というのが確定します。でこの疑問が確定すると結局それは何に対する疑問なのかというので主題というのが見えてくると。でここが見えてしまえばあとはもう一回このボトムアップのアプローチでやってもいいですし、もう一回今度はトップダウンで考え直してそれをダブルチェックするというようなことをやりながら全体を明確にしていくということができるわけです。これがボトムアップアプローチです。じゃあこのボトムアップアプローチ、もう少し、具体的なというか詳細な流れを見ていきましょう。ボトムアップアプローチ、
じゃあどうやってやっていくのか順番にいきますね。で、さっきのところもう一回復習します。ボトムアップアプローチのポイントというの、の第1段階というのはポイントをリストアップすることでした。で、その上でポイント間の関係を考える。で、結論を導くです。なんでまずポイントのリストアップからいきましょう。で、ここでポイントになるのは、さっきも言ったようにちょっと細い線で書きますね。例えばクエスチョンです。疑問で、それに対する答えというのもポイントになります。で、分かる範囲で書いていくんですね。で、例えば、ちょっと待ってください。それに対すると言っちゃいましたが、これどれに対応するかっていうのはこの次の段階で考えるので、まずリストアップからいきます。疑問が一つありますと。で、おそらくこういう答えがありますと。で、これが例えば実験結果であったり考察の結果だったりするわけです。で、他にも疑問がありますと。ようなことが出てきます。で、この、ポイントをリストアップするというのがまず第一段階ですね。1、ここに書こうかな。ポイントのリストアップ。で、次です。その次に今度はこのポイントの関係性というのを明確にします。例えばこの疑問とこの答え Q と A というのはこの疑問に対する答えがこの疑問に対する答えな、すいません、この疑問に対する答えがこの A1 というようなもの、A1 というものだというふうなことにきちんと気づいたらこれをつなぐわけです。で、さらに例えばこれ全然関係ないものだと思っていたこの A2 というのをこれもやっぱりこの Q1 に対する答えなんだっていうふうに気づくこともあるので今度はこうつなぐわけです。で、こうやってつないでいるうちに、そもそもじゃあこれ Q2 に対する答えここリストアップしてないなというふうに気づくこともあります。で、そういう時はもう一回考えて補強するんですね。ちょっと色を変えましょう。例えば A3 というのがあってリストし忘れたけどこれこういうことになるはずだと。もしくはこれ実験なんかでデータなかったと思ったらもう一回今度はデータを取って補強するというふうにして研究の流れ自体をここでさらに修正していくわけです。で、もう一つ、ここが見えてくるとさらに、この関係性から今まで見えてなかった要素というのが見えてくることがあります。例えば、ここ全体の疑問というのもありますね。ただこれはもうちょっと早いんで残しとこうかな。で、こう Q1Q2Q3 と、あ、そうか。で、もう一個この辺りに A4 というのを挙げとこうかな。で、これも、孤立しているものだと思って、これも何か別のと関係してるリストアップしてある Q1Q2 の答えだと思ってリストアップしてみたけど冷静に考えてみたらどうもそうではないと。で、我々が意識していなかった、疑問 Q3 というのが隠れているようですというのを見つけると。で、こうやって埋めていくということをやります。なんで、これがステップ2ですね。ステップ2、ステップ2、今2つのことをまとめていっちゃったんですがステップ2のまず1というのがポイント、すでにリストしたポイントの関係性、リストしたポイントの間の関係をつなぐと。ポイントをつないで関係を明確にするということですね。ポイントをつなぐ。で、2-2というのが、この関係に着目することで、欠けているポイント、さらにポイントを増やす、欠けているポイントを埋めると。埋めると。欠けているポイントを埋めるというようなことができます。で、これが、2番目のものです。ステップ2ですね。で、ステップ3に行きましょう。で、こうやって埋まったアンサー、答え A1、A2、A3、A4 というのを見ていくと、最終的な答えが出ます。
で、これがつまり結論ですね。この例えば論文なりレポートなりの結論ということになるわけです。これが、赤で書こうかな。これがステップ3です。ちょっと待ってください。色を変えようかな。緑で書きます。ステップ3です。ちょっと分かりにくいんで色を今直しちゃいますね。ステップ1というのがポイントのリストアップで、ステップ2の1というのがリストしたポイントを関係線でつないでいく、でステップ2の2というのが、この関係線に着目することで欠けているポイントをさらに補強して埋めていくということです。でこのいくつか出てきた疑問と答え、これから、ドンと機能的にもしくは演繹的に結論というのを導く、これがステップ3でした。でこの、ステップ3の結論というのが見えてくると、今度はここからズドンと飛んで、そもそも大元の疑問、全体の疑問という言い方をしようかな。全体の疑問、大きな Q ですね。大きな Q です。これを見つけることができます。で、これが見つかると、実は、この全体の Q というのは、それぞれの Q1、Q2、Q3 の大元になっている。つまり、全体の Q から Q1、Q2、Q3 というのがそれぞれ取り出せるはずなんですね。で、それをチェックします。で、そこでもし、まだこれ足りないというのに気づけば、こっからさらに、ここからさらに Q や A を増やすということもできます。その場合ここがちょっと伸びるわけですね。で、やっぱ結論で、これをぐるぐる回しながら確認していくと、確認して補強していくということができます。でこの、結論から全体の疑問を求めるというところがステップ4ですね。結論から大きな Q、 全体の疑問を見つける、求めるというのが、ステップ4です。で、このステップ4、全体の疑問というのが出てくると、ここから今度は主題というのが見えてきます。あ、主題ですね。一応間違えました。主題が見えてきます。いいかな？で、この主題が分かってくると、ここから、ここからはあのトップダウンの技術も使って併用していけばいいことになるんですが、ここから状況で複雑化、シチュエーションとコンプリケーションですね。これを見つけ出すと。ことができます。で、この、主題から状況と複雑化を見つけ出すというのがステップ5ということになるわけです。で、そうするとこれでもうある意味イントロはできているので、ここから今度は、主題、状況、複雑化。で、この複雑化がこの疑問というところに行って、全体で見てやると今度は主題からあたかも状況複雑化ができて、全体の疑問が生まれて、その疑問が具体的ないくつかの疑問仮説に変わっていって、それぞれに答えを出して、その全体から最終的に結論を出すという流れになっているように見えるわけです。ただ今の構成の仕方は全然違いましたよね。ではもう一回、これこの図の全体をおさらいしてみましょう。ボトムアップで進めるときには、まず最初にやることはポイントのリストアップです。それが例えば Q1 であるとか A1、疑問とか答えというふうになるわけです。で、この答えには例えば実験結果なんかも含まれてきます。あとは、ディスカッションなんかで使うような今までの参考文献というのも実はこのポイント、A とか Q の中に入ってくることになります。で、この分かる範囲でこの Q とか A を並べます。
でその上でもう一回、一回頭の中空にしてリストアップした Q とか A の間の関係を見つけていくわけです。でそれが今この黄色で書いたやつですね。こことここ、例えば Q1 と A1、A2 というのは関係してましたというのを、図示します。で、Q2 例えばこれ見てやると実はこれに対する答えではなかったというのを気づいたりします。でそういう時はもう一回考え直して答えを補強してやる。で実験結果とかでなかったらそれを、補うような実験自体をもう一回企画したりもするわけです。あとは何かデータは取れていてそれが何かの答えなんだけどそれが何の疑問に対する答えなのか意識してませんでしたというような時にはそれに対する答えをきちんと明確に考えて定義していくことになります。で、この、Q と A の組み合わせ、ここからここまでというのをぐーっと見てやると、なるほど、結局これは最終的にこういうことに対する、最終的な答え、こういう最終的な答えを得るために一個一個の答えを見ていたんだなというのが事後的に分かるわけです。後から分かるわけです。でそれが実は論文全体の結論です。これがステップ3ですね。でこの結論が決まると、そもそもなんでこんな結論を出すために我々頑張ってきたのかという思考法ができるので、そこから論文全体の大きな疑問、全体の疑問というのをきちんと明確に意識することができるようになります。でそれここも書き出しましょう。でこの全体の疑問が決まると、そこから今度はじゃあそもそも我々何の議論をしようとしてたのかという主題が見えてきます。でこの主題が決まると、そこから状況と複雑化というのを定義できます。でここではトップダウンのアプローチというのを併用していくことができます。主題が決まってしまえば、あとはトップダウンアプローチでこの状況と複雑化というのを取り出すこともできます。でこの複雑化というのが結局は、今までの議論を思い出せば、複雑化というのがもうほぼほぼそのまま、疑問を導いてくれるので、ここの疑問にもう一回たどり着くということになるわけです。なんで論文の流れとしては、主題があって、状況複雑化で、そこから疑問が出てきて、全体の疑問が出てきて、この全体の疑問からそれぞれの疑問が出てくる。でそれに対して一個一個答えを示していって、それをギュッとまとめて最終的な結論を出すという、これが論文を、あと完成した論文を後から見直すと、こういう流れになっているふうに見えるはずです。ただボトムアップ型では実はこの流れで作っていくわけではなくて、あくまでもポイントから始まって、それを第2段階でつなげて、で足りない部分を埋めると。でそこから結論を出して、今度は結論からギュッと戻って頭の主題を、定義する。でこの主題から状況複雑化というのを取り出して、でこの複雑化から全体の疑問を確認するということをやるわけです。あ、すいません、今ちょっと間違えましたね。ここではすいません、もう一回ここ説明しますね。ボトムアップの場合には、それぞれのポイント、 Q1Q2 とか AA2、 質問、疑問と答えというのをまずリストアップして、その関係性を見つけていく。ここまでがステップ2です。でそこからステップ3で結論を取り出して、この結論から全体の疑問、大きな Q というのを明確に意識するようにします。でこの大きな疑問が決まれば主題が分かるということです。でこの主題から状況複雑化というのを取り出して、でそれがきちんと、この複雑化が全体の疑問、大きな Q に対応しているのかというのを確認する。でこれで確認できていれば、全体の構造は OK ですということになるわけです。でこれが、以上が、ボトムアップで論文とか文章を構成していくという方法です。で少し補足しておくと、これ結局何をやってるのかというと、書き手の思考法を読み手の思考法、つまりピラミッド型というのにどうやって合わせ込んでいくかという議論を今日ずっとしているわけです。で書き手というのは、あくまでも書き手もしくは研究をしている人間というのは、必ずしもトップダウンで時系列で物事を進めていくわけではないので、全部が終わった後にもう一回それを見直して、書き手が物事を、すみません、読み手が物事を理解するピラミッド型に書き手の考えていくことを作り直していく。でそれの真骨頂というのがこのボトムアップ型のアプローチなんですね。で最初に説明したトップダウン型というのは、割と書き手もそもそもピラミッド型に物を考えているという前提で進めていたものでした。このボトムアップ型というのは、そもそも書き手は、もしくは研究をしている人間は、
している段階ではピラミッド型でものを考えていないというふうな前提でピラミッド構造を読み手のために構築するということをやっているわけです。以上、本日の主なポイントであるピラミッドの作り方、それを一つはトップダウンで作っていく、もう一つはボトムアップで作っていくという話をしてきました。で、ここまで来たんですが、ここから先は各論として、一個一個細かいところで実際ピラミッドを作っていくときにはこういうところに気をつけてくださいという話をしていきたいと思います。各論です。各論、ピラミッドを作るときに気をつけていくこと、テクニックですね。では一つ一つポイントを見ていきましょう。まず、これピラミッドを作る時というよりは文章全体の、構成をする時のポイントなんですが、ルール1、起きてその1、ルール1って書いておこうかな、1でいい、ルール1、後になって突然重要なことを言い出さない。後になって突然重要な事項を出さない。これは導入部分というものの考え方の基本的なところでもあります。疑問点として定義されていないものに答えないっていうのもそうですね。あとは結局何に対して答えようとしているのかっていうのを説明せずにぐる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 何をやりました何をやりました何をやりましたっていうのを説明されるっていうのも読んでる方としては結局、自分たちがどこに連れて行かれようとしているのかわからないのでかなり混乱します。であとは、例えば仮説を立ててずっと進めていったはずなのに途中になっていや結果が出てきたあたりでこの結果で OK なんです、なぜなら実は別の仮説があるからですというようなこともやらないということです。これちょっと具体的な例がないとこれ何をやっちゃいけないのかというのは分かりにくいと思うんですが思うのでこのルールをまずそのまま覚えておいてください。でその上で皆さんが論文なりレポートなりを書いたときに読み直してみて、突然後になって僕は新しい話を出してないかというのを気をつけて見直すというのをやってみてください。でそれを何回か繰り返しているうちにこのルールの意味というのは分かってくると思います。でじゃあ次のルールいきましょう。ルール2、これ初心者非常によくやってしまうんですがとにかく書いてみる。考える前に書いてみる。これはやらないということです。で、ここで書いてみると言ってるんですが、これは文章をいきなり頭から書き出すという意味の書いてみるです。例えば今日説明したように例えば状況とか複雑化を 文にして書いてみるというのはやってみて OK です。でその上でそれの関係性というのを見て構成を考えて、論文なりレポート全体の構成を考えるということです。でその構成ができた後に初めて例えばワードを開いて文章を書き出すということですね。で例えば、つまりこれ例えばちょっと待ちだけど、これどういうことなのか、一言で書いておきましょう。まず構成を作る。で、それから文章を書く。で、このルールを忘れないでください。で、例えば、僕みたいに人の書いた論文なりレポートなりを直す立場にいると、
構成がしっかりしていれば、多少文章が変でもそれを書き直すこと、修正していくこと、改訂していくことっていうのはできるんですね。そんなに難しくありません。ただどんなに文章がきれいな日本語で書かれていても英語で書かれていても、構成がむちゃくちゃになっていると直しようがないんですね。なんで、技術文章を書くときに一番大切なのは、一番大切なのはもちろん内容、コンテンツです。ただ文章として一番大切なのは構成です。でそこの構成というのはつまり文全体のロジック構造ですね。そのロジック構造が破綻しているとどんなに局所の部分を直しても結局その文章というのはきちんとした文章になることはできません。なのでまずきちんと、構成を考えるようにしてください。でこの、ルール2、これをもう少し言い直した具体的な例を挙げるのが、導入部、イントロを構成することを省略しないということです。例えば皆さん卒論なんかで実験をすること、卒論修論で実験をすることっていうのはすごく多いと思います。でこの実験って結果が出てきてノートに結果書いてあるので、いかにももうそこはできてるように見えるんですね。でなので例えば卒論修論書くときに、結果から書き出すのが早いような気がしてしまうんですよ。いいかな。で、結果を書いた後でじゃあこの、結果に基づく、例えば結論を出しましょうとか、その結果に基づいて最後に、結果に基づく結論を出して最後にじゃあイントロ書こうかなっていうふうに考える人いると思います。でそれも絶対ダメです。なぜならこの授業の中で何回か話したように、まずイントロで疑問が設定される、仮説が設定されるわけです。でその後の、結論、あ、すいません、結果、ディスカッション、結論、メソッドというのは全てその疑問に答えるために存在します。なので疑問がきちんと設定されていなければ、結局結果のところで見せる結果自体は同じだとしても、それをどういう順番でどういうふうに見せるかっていうのが全く確定しないんですね。でそこがじゃあずれていきなり結果を書いてしまうと何が起こるのかっていうと、結局イントロが書けなくなります。でそのイントロを無理に直そうとして不自然なイントロになるということも起こってきます。で、最終的にはまあどこかで諦めて、結果とイントロが整合していない、でその結果イントロと結論が整合していないというような、例えば学位論文ができてくるわけです。論文ができてきて、でそれを指導教官に送って、で指導教官ももう直そうとしてもそういう構成が壊れているやつというのは直しようがなくて、一から書き直してくださいとしか言えないので、そこで結局終わってしまって諦めてそのまま提出というふうになってしまいます。なのでイントロ作りというのは絶対省略してはいけません。でこの、イントロ と、結果の関係というのはさっきちょっと口だけで説明したので、もう一回復習しておきますね。重要なところなので復習しておきます。論文という、論文研究というのは実はまず一番重要なのは疑問、つまり仮説です。で、この疑問仮説があります。でこれに対して答えを出すのはちょっとこの授業でまだきちんとやっていないところなんですが、議論、アーギュメントというのがあります。ディスカッション、論文ではディスカッションという、言い方をすることが多いんですが、きちんとした英語の意味ではアーギュメントという方が正しいと思います。議論を、決めることになります。でこの議論に基づいて、答えを出すということです。で、この議論を行うための要素を提供する、アーギュメントのための要素を提供する、これが結果です。例えば実験なりなんなりの結果ということです。気をつけとこうかな。結果、これが疑問仮説、ここから議論が出てきて結果が出てきます。でそしてちょっと待ってください、場所変えますね。この結果を出すためにじゃあどういう実験をすればいいのかというのが方法です。メソッドセクションですね、ですということです。
で、この疑問仮説っていうのをじゃあ、どうしてこの疑問が出てきたんですかっていうのを考えるところで状況と複雑化っていうのが出てくるということです。状況複雑化。で、この図でいくとここまで、この部分がイントロですね。で、ここがいわゆる論文本文で、この議論をもとに最終的に、結論が出てくると。これが、論文全体の一般的な論理構造です。なんでこれスタート地点どこなのかっていうのをもう一回復習していくと、実はスタート地点はこれなんですよ。これが一丁目一番地です。で、この、疑問からそれに答えるための議論、必要な議論というのが割り出せて、で、ここからまあ結論が出てくるわけです。疑問と結論というのは結局1対1で対応しているので、疑問が決まれば結論も出てきます。で、この議論ですね、疑問から出てきた2番目の要素、議論で、この議論を構成するために何が必要なところかっていう、ところからどういう結果を示す必要があるのか、いろいろやった実験の中からどれをこの論文の中に入れる必要があるのかっていうのが決まってきます。結果です。で、この結果が決まると、その結果を得るために我々がやった方法、使った方法というのをきちんと説明する必要が出てくるので、どの方法をこの論文の中に最終的に入れる必要があるのかというのが決まります。いいかな。なんで疑問からスタートしてこう戻っていくんですよ。で、もう一個のラインがこの疑問からスタートして、2ダッシュって書いておこうかな。状況と複雑化というのが決まるというこのイントロのラインです。なんでやっぱり、全てのエポックというのが疑問である以上、イントロ、ここですね、この部分がきちんと決まらないと論文というのは正しい構成にはなりません。なんでイントロを書くのを、イントロをきちんと構成する、書く必要はないんです。構成するだけで十分です。イントロをきちんと構成するのをすっ飛ばして結果や議論や方法から書き出すというのはちょっと無理があります。で、なんとか形には、簡単なものであれば形にはなることはあるんですが、その後何とも修正のしようのない論文になるというパターンが多いです。で、もう一個、慣れてる先輩とか先生が文章を書いてるのを見ると、あたかもこの状況から始まって複雑化疑問とこうシリアルに頭から書いていってるように見えることがあるんですが、実は、それは違います。書くという行為だけ、実際ワードでキーボード叩いて書いてるという行為だけ見るとそういうふうに見えるんですが、慣れてる人たちというのは頭の中でこの構成を作って、でその後で、このあすいません議論結果方法というふうに、頭の中ではやっぱりこういう感じの流れで構成作ってるんですね。で、その上で書き始めてます。なんであれは、順番として状況複雑化疑問方法結果議論結論というふうに考えながら書いてるわけではなくて、全体像を頭の中に作った上で順番に書き始めてるというだけです。なんでそれ引っかからないようにしてください。で、皆さんもいろいろ文章を書いて慣れてくれば、頭の中で構成してこういうふうにわざわざ書き出さなくても、頭の中で構成してこういうのを書き出すというのは簡単なものであればできるようになると思います。ただ、やっぱり文章が複雑になってくる、論文ぐらいになってくると、きちんとこの構成というのを意図的に例えばダイアグラムを書きながら作って、この構成を明確にした上で書き始めるというのが僕は正解だと思います。で、次ですね、3番目のポイントいきましょう。イントロの記述、イントロの記述、イントロの内容は、イントロの記述の内容は読み手が合意できるもののみにすると。前回の講義かなでちょっと説明したと思うんですが、イントロの目的は読み手に書き手と同じ
疑問を持ってもらうこと、つまり別の言い方をすれば、読み手と書き手、読み手の位置、視点を書き手と同じところに連れていくと、読み手を書き手と同じ視点のところに連れていくというのがイントロの目的です。ですので、それまでのところ、連れていくまでのところで読み手が、いやそれは違うでしょうと思うようなことが入っていると、読み手はやっぱついてきてくれないんですね。なんで、あくまでも読み手がきちんと合意できる、例えば一般的に正しいと思われていること、もしくはもうすでに論文先行研究があって、これは受け入れて構わないというのを確認できること、でそういうところからだけロジックを構成して、最終的に、我々が持っている疑問に読み手を連れていく。そうすると、その我々が持っている疑問も読み手が合意できる疑問、これ確かにここに問題がありますねというふうに読み手が合意できる疑問になるわけです。でそれが、今回僕が使った用語でいくと、メインサイエンティフィッククエスチョンということになって、この論文自体の科学的な主題ということになるわけです。なんで、イントロの目的、そしてイントロの構成という、イントロの目的というのは、もう一回復習しますね。イントロの目的というのは、読者を、読み手を書き手と同じメインサイエンティフィッククエスチョンに連れていくことです。でそのためには、読み手が絶対合意できる内容、例えば反論のしようのないぐらい世の中で事実だと思われていること、そしてあとはすでに先行研究があって事実であることが証明されていること、それはまあ文献を引用しながら使っていくことになるんですが、そういう2つの要素、絶対に反論する必要のない要素を組み立てながら、最終的に我々が持っている独自の疑問に読者を連れていく、それがイントロの目的ということになるわけです。その上で、その上ですね、その次ですね、最後の各論、Tips です。5番目、キーライン。これは一番大きい論文のロジックです。一番これはできれば機能法です。機能法でやりましょうと。これちょっとまあ意見分かれるところで、僕自身は必ずしもそうだとは思っていないんですが、確かに特に初心者は、これでやった方がいいという気はします。でちょっとこれ表現として分かりにくいので、キーライン、は機能法でという言い方、ちょっと表現として分かりにくいと思うので図に書いて説明したいと思います。で論文というのはそれ全体が大きなピラミッド構造になります。まずイントロがあって、このイントロ自体が、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、これは仮説でもあるということでしたよね。でこっから、そのこのクエスチョンに対する答え1、このクエスチョンかな、このクエスチョンをさらに切り分けた具体的な疑問さんというのがあって、ここから答えが出てきて、でこの答えをアーギュメントとかディスカッションというふうに論文で言うことが多いですが、ここで取りまとめて最後結論を出すというのが論文の構成でした。でここで言ってるキーライン、つまり一番大きい論文のロジックというのはここのことです。ここからここに至るロジックのことです。なんでそれぞれの一番大きな議論の要素、例えばこういう実験をしたらこういう結果が出ました、こういう実験をしたらこういう結果が出ました、こういう実験をしたらこういう結果が出ました、なのでこういう結論に導きます、が導けますという時には、演繹的に例えば三段論法で A であると B である、で A と B が真ゆえに C である、でこれが結論ですというふうな、それ演繹ですね。そういう演繹を使うよりは、これが正しいことが分かりました、これが正しいことが分かりました、これが正しいことが分かりました、なので結論として例えば我々の装置は使えるということが証明されましたというような、ロジックにした方が分かりやすいということです。で分かりやすいというのと、もう一つはロジックミスが起きにくいということですね。例えばさっき僕が出した OCT 顕微鏡 OCM 新しいタイプの顕微鏡の例で見てみましょう。
疑問点というのはあの時は何だったのかというと、エクソビボ組織の評価に、OCT 顕微鏡 OCM が使えるかどうかというのが疑問です。で、仮説は使えるという仮説ですね。それをどうやって証明するのか。例えば、マウスの摘出した肝臓で、肝臓を OCT 顕微鏡で評価したら非常に今まで見えなかったものが見えました。で、培養した細胞凝集体を見てみたら細胞の中の活動性なんかが見えて非常に有効でした。で、もう一つは培養した細胞シートを見てみたところその構造の詳細が見えました。で、この、例えばマウスの肝臓の話、細胞凝集体の話、そして、最後に出した細胞シートの話というのは全然別の話です。それぞれ独立しています。で、ただこの3つで使えたんだから、結論としては使えるということでいいんじゃないですかっていう、まあ実は機能法なんでふんわりしたロジックなんですね。で、あくまでもこの結論が、正しいことの蓋然性が高まった、正しいと考えていいんじゃないかと思います。少し弱い結論になって、まだ反論の余地はあるんですが、ただ結論としてはある程度妥当なものだというふうが言える、いうふうなことが言える。それが機能法による結論です。で、機能法というのはさっきも言ったようにあくまでも蓋然性が高まるだけで必ずしも厳密に証明できているわけではないんですが、逆にロジックのミスが起こりにくい、ここからここまでのロジックのミスが起こりにくいと。で、その上でみんなある程度納得できるということです。で、でも科学論文である程度納得できるというだけで結論出していいんですかというふうに思うかもしれないんですが、それはある実は OK です。ある問題に対して完全に答えが 100% 反論できない、反論できないような研究というのが完成した時っていうのはもうその分野実は研究終わってるんですね。で、それはもうかなり先の話、もしくは最後まで来ないような時代の話です。なのであくまでも我々がルーチンとして日常の中で行っていく研究、そしてそれを発表していく時っていうのは、実はあくまでもこの答えが出るという蓋然性は十分みんなに伝えていいぐらい蓋然性が高まりましたよということで十分だというふうに僕は思ってます。で、また演劇的に厳密にやっていくと実はロジックミスがあると入ってたということがあります。で、その場合演劇的にやってロジックミスが入っていた場合っていうのは後から結果が全て結論が全て覆ったりするんですね。で、そういう意味でも演劇法っていうのは厳密で最終回を与えてくれるけれども実は危険性もあるということです。で、それよりも科学の世界、今、いわゆる科学技術の世界というのは世界中の集合値で動いてます。つまり我々が得た知識とか仮定、そして証明された仮定仮説なんかを出版して共有することで徐々に成功率、そして、技術自体の進展を高めていこうというのが我々が集合値、世界中で行っているアプローチです。で、その中ではある程度機能法でふんわりした結論でもこれ皆さんに聞いてほしいと、で、これと皆さんのやってること合わせてさらに考えてもらえればいいんですけどっていうようなレベルで論文をきちんと出していくというのが重要だと思います。ただし、あくまでもそのこれが最終回ですという、これが最終的な回答ですというふうに、誤って主張しない、強すぎる主張しないというのはちょっと気をつけてほしいところであります。ただ、今まで我々がやったらこういう結果が出ました、なのでこういうふうに考えていいと思いますというふうに冷静に主張する分には僕はこの機能法でもいいと思います。で、僕自身がただこの初心者はできれば機能法でというこのバーバラミントの主張ですね、これに完全に同意できないのは僕自身は、実は演劇的に論を進めていくというのも好きなので、それもまあ気が向いたら試してくださいということです。で、もう一個、キーラインについてはキーラインではできればっていう言い方をしたんですが、じゃあキーライン以外で論理展開するところどこにあるのというふうに思われるかもしれないんですが、例えばこのイントロの中 SCQ というのも一つの論理展開です。で、さらにこのディスカッションの中の一個一個のディスカッション、例えば一個一個のパラグラフになっているような文で言えば5文ぐらいで構成することが多いんですが、それもやっぱり論理構造を持っています。で、そういう局所的な小さい論理構造に関しては演劇的でやってもミスが起こりにくいのでいいんじゃないかなというのがミントのバーバラミントの考えです。で、僕自身も、そういう一個一個の小さいロジックというのは
演劇的でやることも機能的でやることも両方ともいいと思ってます。まあ、個人的にはそこに関してもむしろ機能法でいいんじゃないかなというふうに思うんですが、それは、ミントの考え方とどっちでも OK ですということですね。ただキーラインは特に初心者は機能法で攻める方がミスが少ないですよというふうに、この教科書の著者であるバーバル・ミントは考えていますということです。では、以上で今日の講義終わりたいと思います。考える技術、書く技術、読む技術の第3回終わりたいと思います。では最後に、今日の講義を踏まえて今日の課題を出しておきたいと思います。で今日の課題はこういうことです。トップダウンアプローチで実際に、まず書きますね。トップダウンアプローチで、自分の研究の自分の研究のイントロを書いてくださいと。これが、今日の課題です。で、一応ステップを説明しておきますね。でまず最初に自分の研究のは何か、これを明らかにする。でこれがトップダウンの6段階というのを説明した、6つのステップというのを説明した最初の3つのステップですね。で、その上で状況 SCQ ですね、状況、シチュエーション、コンプリケーション、複雑化で疑問、クエスチョンを書こうと。でこの状況、複雑化、状況、複雑化、疑問、この3つを3つのパラグラフに分けて書くことでイントロにしてみてください。つまり最初のパラグラフ、これが状況です。で、2番目のパラグラフ、これが複雑化ですね。で3番目のパラグラフが、これが疑問です。でこれを実際に書いて提出してみてください。で提出は英語でも日本語でもどちらでも、書くのは英語でも日本語でもどちらでも大丈夫です。で4年生でこの授業を受けている人とかで、まだ実際研究始めてないよという人は、自分が漠然と考えているのでちょっと挑戦してみてください。で多分ね、この次回かもう少し先で余裕があればボトムアップでこれをやってみましょうというのを、いう課題も出そうと思っているんですが、もし4年生でちょっとトップダウンでは全然手も足も出ないという人はボトムアップの方でアプローチしてみてもらっても面白いかと思います。ただ特に4年生の人、これの出来不出来で実際点数を決めるというよりは、今回のこれに関してはどっちかといえば出席に変えるという意味合いが強いので、ぜひ気楽な気持ちで挑戦してみてください。でそれによって今回の授業の理解度というのも上がってくると思います。でそれでは、考える技術、書く技術、読む技術第3回以上で終わりたいと思います。